明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで、2023年が始まって一発目の動画は、2023年はうさぎ年です。ということで、今回は水うさぎポケモンのマリルリを使ってポケモンバトルやっていこうというふうに思うぞ。一応ね、うさぎをモチーフにしたポケモンって結構いるんですけど、それこそミミロップであったりとか、ホルード、あとは最近ね、レイドバトルが来ているエースバーンもうさぎですね。しかしながら、現状うさぎポケモンで使えるのがマリルリだけなんですよね、ポケモン SV で。はい、エースバーンはまだデキンです。リザードンと同じでね、デキンなんで、今回はねマリルリ使っていこうかなと思います。っていうか、このネタ結構かぶりそうじゃない、いろんな実況者と。なんか安直だよな、うさぎ年だからマリルリ使いましょうって、結構安直なネタなんだけど、まだね動画にしてなかったんで、マリルリせっかくなんで使っていこうと思います。照らしタイプが炎で、持ち物が突撃チョッキ、努力値が、これ何に振ったんだっけな、 A が252なんだけど、特防と HP になんかちょっと振り分けていて、なんだっけな、忘れちゃったな、ちょっとな。新年早々適当なの良くないぞ本当に。で、特性が力持ちです。物理攻撃の威力が2倍になるということで、デメリットなしの火力アップ特性となっております。使える技がアクアブレイク、ジャレツク、アクアジェット、テラバーストとなっていて、炎テラスタルすることによってテラバーストが炎タイプになりますと。それ以外はね、タイプ一致で打てる技となっております。アクアブレイクは一応防御を下げることがあって、ジャレツクは攻撃を下げることがあるということで、一応ね、その技に付随する効果もなかなか強力となっております。アクアジェットは必ず先制できる水技ですね。はい、そんな感じで、うさぎ年ということで、マリルリが主人公の年なんで、しっかりとランクバトルでね、活躍させていくぞ。早速ポケモンバトルやっていこう。ピッピカチュー。マッチングいたしました。相手がデカヌちゃん、クエスパトラ、ドラパルト、サーフ号、ウルガモス、ガブリアスということで、よろしくお願い申し上げるんですが、クエスパトラ超厄介だな。こっち悪タイプいないんで、はい。こっち悪タイプいないんで、超きついわ、これ。先発、ドラパルトで行って、裏が、通りのいいウルガモスと、あとラストがマリルリで行こうかな。マリルリはね、今回ちょっとね、2023年うさぎ年ということで、もうこのね、水うさぎポケモンマリルリべちくり活躍させてやろう。エースバーンはなんかまだランクバトルで使えないんでね。デキンなんであいつ。はい。まあ、うさぎの王座はね、わしに任しとけということで、これでいきます。お願いします。さあ、お相手先発、デカヌ様を出してくる。わしはドラパルトべっちり繰り出していき、デカヌ様はね、起点作成の可能性があるんですが、ここはね、もうわしも起点作成型なんで、まあリフレクターと光の壁バチコリ貼って呪いとか打てばいいのかなって感じだね。さあ、リフレクターがっつり張り込んでいく。いいよ、これでまず起点を作成してあげてね。しっかりと。相手は電磁波だのなんだの小賢しいことやってくるタイプだ、これ。まあ全然 OK かな。で、先に呪い打ちてんだけどいいかな、これ。いやーでも光の壁貼っといた方がいいよな。光の壁まで貼ります。叩き落とす。うぜえな、叩き落とすわな。呪われボディで叩き落とすを封じ込めていく。光の粘土を叩き落とされて、光の壁も貼っていく。OK。で、ここは呪い打っちゃってでいいかな。相手はステルスロック。ここまで相手もね、起点作成ちゃんとやってくると。いうことで、体が痺れて動けない。きびー、体が痺れて動けないの、きびー、ここで。まあでも相手、やれることほとんどやっただろ、これ。ほとんどやったよな、やれることな。さあ、デカハンミング打ち込んできて、呪いを打ち込んでいくと。自分の体力を削って、相手のデカヌちゃんに呪いをかけた。ということなんで、相手にね、ダメージを与えていくと。で、ここは相手、交換も、交換の可能性もなきにしもあらずなんで、呪い連打でいいです。チンパン電磁波連打している。ドラパルトの呪い攻撃、うまく決まらなかった。ここで相手落としてくれっかな、多分。デカヌちゃんの金縛りが解けた。
叩き落とすが、これ相手あれだね、呪われてたんだね。まあ壁枯らされるとめんどくさいから、まあシャドーボールでも押しときましょうか。叩き落とすを打ってくる。オッケーオッケー、結果オーライ結果オーライ。さあ呪われボディでデカヌちゃん、デカヌ様めっちゃ呪われんじゃんお前。さあここはしっかりと呪いのダメージが入っていき、光の壁がなくなってしまったということで、まあウルガモスから出すのが正解ですかね、ここは。なんかそんな感じがする。マリルリでもいいんだけど、マリルリ出してアクアジェット打って、まあそれも不安だな。ウルガモスの方がいいね、ここ。上から炎の舞を打ちたい所存でございます。まあ効果不効果、リフレクターの効果はまだ残ってるんで、炎の前ぶち通っていく。これでシーン上がってくれたらすごい効果がありますね。ありますあります。いいですよ、すごくいいですよこれ。シーンが一段階上がったらマジでかすぎ、でかすぎくんです。さあドラパルトを繰り出してくる。ドラパルトにはね、困ったことに打点がないんですよね。なんでマリルリさんを繰り出すのが一番丸いんじゃないかなって思うんで、マリルリさん繰り出します今年のね、うさぎ年マリルリ、君に決めた。さあドラゴンアロー打ってこい、おとなしくな。お前徹底的だな。どんだけ好きなのそのさ、電磁波ポケモン、どんだけ好きなんだよ。まあ、リフレクターがなくなってしまったということなんですが、ここはもうじゃれつくぶちこりぶち込みましょう。まあ、特殊型だったらマリルリ結局たたり目、これね直機あるんで結構耐えてくれる。ここじゃれつく絶対当てる。ナイス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 。さあ相手気合のたすきで持ちこたえて、ここはアクアジェットでいいかな。できればドラパルト倒してほしい、ガチで。ラストクエスパトラじゃないのか、これ。アクアジェットを打ち込んでいき、ドラパルトをしっかりと仕留め上げて、アクアジェットを封じ込められてしまった。さあ、相手のドラパルトは倒れて、ラストガブリアスか。ガブちゃんですか。アクアジェット封じ込められたのちょっと痛いっすねこれね。まあじゃれつくで。さあお相手テラスタルを切ってくる。炎テラスタルか、もしかして地面テラスタル。はい、なるほど。どうでしょうね、ここはアクアジェット打ててたらな。すごい良かったんですけど。さあマリルリついにやられてしまう。あとはウルガモスさんが相手の地震を耐えてギガドレインで押していけるかどうか。まあ一回超前しましょう。草テラスタル切って耐えてほしいな。リフレクサーもう切れてんだっけかな、どうだっけかな。ちょっと確認しないでテラスタル切っちゃったんだけど、まあマリルリはいい仕事してくれましたね、ある程度ね。さあ地震攻撃、これは今一つで受けてほしいところ。よし、OK、受けていく。超舞を使って、特攻特防素早さが1段階ずつ上昇です。リフレクターもう切れてますね。これ相手スカーフだったらまずくねえか。まあギガドレイン打ちましょうか。 OK、 上からギガドレイン打ち込んでいく。シャオケマリルリがクッションを果たして、ウルガモスでしっかりととどめを刺し切る。いいね、戦いができたんじゃないかなと思います。いやーよかった、結構ギリギリだったね。対戦ありがとうございました。マッチングいたしました。相手がドラパルト、ウルガモス、ドドゲザン、マリルリ、セグレイブ、ドオーということで、まあマリルリで見れそうなのが、ウルガモスぐらいしかいないっていうね。待てよ、相手ドラパルトもこれ多分特殊型だと思うけどな。
ドラパルト物理だったら、ドラパルト、ドドゲザン、マリルリ、ドー、セグレイブが物理になっちゃうんで、さすがにドラパルト特殊だと思いたい。ってなってくると、特殊相手に繰り出していくべきポケモンは、当然マリルリですよね。うん。で、全抜きも考慮して、セグレイブを連れて行きたい。セグレイブワンチャン全抜き狙える相手だな、これは。で、ラスト1体は、どうしよっかな、ドラパルトで、どっかで壁張るってのもありだと思うんだよね。で、セグレイブで積んで全抜き。か、安定取るなら、まあ、アマガにしましょう、ここ。アマガ結構安定な気がする。これで行きます。お願いします。さあ、お相手先発、セグレイブを繰り出してくる。うわ、いきなり嫌な奴と当たっちゃったな。ただ、相手は、テラスタル切りづらいだろうし、自信ぐらいしか打点ないはず。なんで、アマガーに引くのが丸い気がするよな。マリルリ削られちゃうと、将来ちょっと不安なんで、アマガーに引きましょう、ここは。安定取って。まあ、さすがに龍舞、おっと、セグレイブさすがに引っ込めてくる。ウルガ、いやー、ウルガモスかー、ウルガモスかー、ウルガモス来るかー、ここで。嫌だなー。さあ、アーマーガー繰り出していくんですが、炎の舞い打たれると嫌なんで、マリルリに引きたい。マリルリに引こう。うん、突っ張っとけばよかったなー。多分相手超舞だと思うんですけど、ですよね。炎テラスタル切っちゃおうかな。まあアクアブレイクで行こう。さあ、お相手自慢のテラスタル切ってくる。草かな。草だね。なるほどなるほど。まあわしと同じタイプだ。純粋にギガドレインで HP チューチューしてくるパターンだと思うんですが、マリルリちゃんは炎テラスタルなんでギガドレイン効きません。で、炎の舞も今一つ、虫のさざめきも今一つ、ギガドレインも今一つなんで、強く出れると思います。ですよね。さあ、アクアブレイク打っていくけど、大したダメージにならない。しかし、わしの方がダメージ与えられてるんで、まあ、ここは、いや、テラバースト打ちたくねえんだよな。理由としては、ここでテラバースト打って、セグレイブに引かれると、セグレイブにすごい有利な状況になっちゃうんで、じゃれつく打ちます、ここは。さあ、ウルガモス引っ込めてくる。相手もマリルリか。まあでも、じゃれつくって正解でしたね、これは。いいダメージ。じゃあ、このまま、じゃれつく連打でいいですかね。ただ、アクアジェット相手打ってくる可能性あっからな、ここな。アクアジェッティング、ちょっと怖いですよね。まあでも、アマガビキも考えてると思うんで、相手は。え？普通にアクアブレイク打たれちゃった。なんでや。相手早くね、足。同速だったのかな、どうなんだろうこれ。ということで、まあアーマーガーから繰り出していき、相手はもう照らしたら打てないんで、いやだったらもうおとなしくアーマーガーに引いておくべきだったな。こうトンボ返りでいいです。マリルリ引っ込めてくるんでね。うん。で、ウルガモスを繰り出してくる。やけどしないでほしい。よし、オッケー。やけどしないでゆく。であれば、セグレイブ出して、セグレイブで龍舞してあげて、全抜き狙っていく感じでいいんじゃないかなと思います。龍舞で。セグレイブの初手龍舞じゃ。あれ、相手足遅くね？相手足遅くね？え、炎の舞なんて打っちゃうの？セグレイブの特性をご存知でない？お前。ああ。ああだわこれ。サララバリ打ちまーす。はい、終わり。はい。で、あと裏が、まあ、アマガーなんで、ほぼ勝ちでしょ、これは。ほぼ勝ちみたいなもんでしょう。さあ、セグレイブを繰り出してくる。セグレイブ対セグレイブは当然、サララバリをね、わしが打ち込んでいけば OK。等倍で、4発以上当たるんで、あー、これ勝ちましたね、このままセグレイブでね。終わりでーす。まあ、マリルリ引っ込めてアーマーガー出してアクアブレイク受けていた方が、もっとマリルリ活躍する場面はあったと思うんですが、結論はあそこで切っといて、よかったかもな。セグレイブで全抜きする起点にできたんで、ありだと思いますね。はい。あと自信で。
はい、大戦ありがとうございました。切り時も大事だということでね。マッチングいたしました。相手が、サーフ&ゴー、セグレイブ、グレンアルマ、カッティングロトミング、カラミンゴ、そしてドアということでよろしくお願い申し上げるんですが、一応天然持ってる可能性があるポケモンが、ドアということで、まあ、そうだね、先発ドラパルトでいって、でもまあおもろいと思うんだけどな。ドラバルトバチコリ投げていって、裏がマリルリー結構いい感じに仕事してくれそう。うん、でラスト1体はセグレイブでいいんじゃないかな。うん、セグのレイブでいきましょう。お願いします。さあ、お相手先発ロタムを繰り出してくれ。わしはドラバルト勝ち投げていき、とりあえず光の壁からでいいかな。ああ、相手テラスタルフェアリーとかやってきたら笑うんだけど。テラスタルしてきた相手。怖え。フェアリーかな。ああ、フェアリーっすね。これ、どっちが足速いかによるな。相手がスカーフ型とかだったら一気にわし大ピンチ。ああ、大丈夫っす。光の壁晴れてます。オッケーオッケー。で、相手がテラバースト。メガネの気がするけどな。メガネだと多分沈みそう。ああ、生き延びた。偉いぞ。じゃあ、ここはリフレクターまで貼っちゃっていいっすかね。リフレクター貼りましょう。さあ、リフレクター貼って、相手のテラバーストでね、わしはやられてしまう。あ、10万ボルトラッキー。なんか助かりました。ありがとうね。多分、マリルリーバックを警戒したんじゃないかなって思うんだけど、呪い打ちます。相手、深読みしてくれてありがとうね。なんか、ありがとうありがとう。さあ、相手のボルトチェンジはうまく決まらずと。いうことで、呪いのダメージがガッツリガッツリ入っていく。まあ、セグレイブ出すよりは、マリルに出してった方が得策だと思うんだよね。10万ボルト封じてるんで、相手の技構成がテラバースト、リーフストーム、10万ボルト、ボルトチェンジ。あ、ボルトチェンジ打ってくる可能性あんのか。テラしたらマリルリに切るかどうかだな、ちょっと、ここは。ただ、銅がいると、まあ、でも銅は炎をテラバーストで飛ばすか。なんか頑張って。うん。OK。じゃあここテラスタル切って、裏のこと考えると、まあ、じゃれつくなのかな。じゃれついちゃいましょう。さあ、炎テラスタル勝ち切っていく。てか、相手技を打ち分けできた時点でメガネじゃないっすね。リーフストーム。全然効いてないよーん、つってね。はい、じゃれつく当てて。呪いのダメージでしっかりとロトムを仕留め上げていく。オッケー。で、こっから有利な相手を出してくるとしたら、まあ、セグレイブあたりですかね。自信覚えてるから、つって。ただ、壁張ってるんで、そんじょそこらの攻撃だったら、多分受けてくれるはず。セグレイブを繰り出してくる。まあ、自信打ちに来たんやろなーって感じだけど、は、じゃれつくで、オッケーです。で、照らしたらもう切っちゃってるんで、え？竜舞？結構悠長なことやってくるんだね、セグレイブさん。それは悠長なんだよ、お前は。悠長すぎて話にならん。アクアジェット打ちます。ダメだよ、マリルリ相手にそんな悠長に竜舞なんて。しかもこっち壁張ってんだからね。君は悠長すぎるよ、それは。さあ、マリルリプラス、直帰プラス、壁ということでね。負ける要素が見当たりません。じゃれつく連打でいいですかね。ブレイブバード。ははははははは。効かん効かん、そんなの。くたばりな。マリルリの技範囲の広さ、そして突破力が輝いた試合だったな、これは。対戦ありがとうございました。いかがだったでしょうか。やっぱりマリルリ強いね。突撃チョッキ持たせて特防を上げてね。しっかりと特殊攻撃を受け止めて反撃していくスタイル。やっぱり強いと思います。でも、今、サザンドラ環境から減っ
ってるんじゃないかなと思っていて、サザンドラをね、安定して受けられるということでマリルでやったりとか、あとドドゲザンが流行っていたんですが、サザンドラいなくなっちゃうとね、ちょっとマリルリである必要性ってあるのかなみたいな。ところで、最近マリルリ入りのパーティー使ってる人もね、減ってきてる気がする。うん。しかしながら、やっぱり、水フェアリーっていう優秀な技、そして突撃直機を持たせて特防を上げつつ、力持ちで火力も最低限ね、しっかり補強していくということで、まあ、かなりね、使いやすいポケモンだなと思いました。今年はね、うさぎ年なんで、この動画を見てね、あ、マリルリそういえばウサギじゃんとか、あ、マリルリ使ったことないなとか、いろいろ思う方いると思うんで、そういう方はね、マリルリ使ってあげていただければなと思います。ということで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。2023年もよろしくお願いいたします。みんなもポケモンゲットじゃぞー。ピッピカチュー。